メトレオンメトレオンとは、サンフランシスコにあるショッピングエンターテイメント複合施設。ハリウッドに習ったウォークオブゲームに、ノーラン・ブッシュネル、宮本シゲル、マリオ、ソニックらの星がある。メトレオンは1999年6月16日に営業開始した。ソニーがその後複数作る予定だった都市センターの第1号で、あり、レストラン、 アミューズメント、音楽、展覧会場、ショッピングセンター、映画館を集めた複合施設である。サンフランシスコのダウンタウン、4番通りとミッション通りの角に位置する4階建て3万3000立方メートルのビルで地下にあるモスコーンセンターの角の上に立っている。このソニーの野心的な8500万ドル計画はテーマパークやソニー製品のショールームとしてだけではなく、 ソニーブランドが持つ新規なイメージを強化するための支えになることを目標としていた。オープン時の呼び物としては、通常のスクリーンと IMAX を併設した映画館、デビット・マコーレーの有名な自動書、道具と機械の本に基づいた、オーディオ・アニマトロニクスと3次元映像による、マルチメディア・エデュテイメント、モーリス・センダックの絵本、怪獣たちのいるところを元にした子供向けの遊具、エリア、 ワイルドシングス、ショッピングセンター、ジャン、メビウスジローの漫画、エアタイトガレージをテーマにした同名のバーゲームセンターがあった。2001年10月には、ソニー参加のアニメーションテレビネットワークであるアニマックスとの共催でアニメフェスティバルが開かれ、メトレオンのアトラクションであるアクションシアターの中で様々なアニメが上映された。関係者の熱意は高く、 ソニーは1999年に東京とベルリンにあと2つのセンターをオープンする予定だったが、新事業の利益は不安定だった。初年度の600万人という来客数はオープン前の予想を100万人上回り、今後に期待させるものであったが、2001年の夏には道具と機械の本が閉館し、大型テナントであるマイクロソフトも2001年後半に撤退した。 もう一つの呼び物であった怪獣たちのいるところは2004年7月以降のある時点で閉館した。エアタイトガレージのオリジナルゲームは人気が低く例外的に人気があったのはハイパーボールだけでゲームは次第に人気が高い普通のゲームに置き換えられていった。その後一旦閉店しポータル1として再オープンした時には内装とバーとハイパーボールはそのままだったが それ以外は普通のゲームセンターになっていた。15のスクリーンがある映画館は成功しており、地域で最も収益の高い映画館の一つとして、メトレオンの集客力の大きな部分を担っている。ただし、メトレオンとの賃貸契約では、映画館の売り上げはメトレオンに分配されないことになっている。2002年頃にはソニーがメトレオンの経営からの撤退を望んでいるとの噂が流れていた。 2006年2月、メトレオンは、近隣のサンフランシスコセンターを所有する、ウェストフィールドグループと不動産開発会社の、ホレストシティエンタープライゼスへと売却された。かつて、ディスカバリーチャンネルなどのテナントが入っていた多くの、スペースは2006年の時点で空いたままになっている。1階に複数あるレストランは、昼食時には、近隣のビジネス街や、 モスコーオンセンターからの十分な客足があり、オープン当初と変わらず営業している。ソニーから新製品が発売されるときはしばしばメトレオンでイベントが開催されている。プレイステーション2やプレイステーションポータブルといった話題性が高い商品の時は混雑を見せる。メトレオンはまたウォークオブフェームを模したウォークオブゲームの設置場所でもある。ここではマリオ、リンク、 ソニック・ザ・ヘッジ・ホック、宮本・茂、ノーラン・ブッシュネルなどが栄誉を称えられている。ありがとうございます。